はい、ということで、うん、キュウリ好きだよね、うん、キュウリ好きだね、キュウリだんだん言葉も覚えてきまして、令和にですね、かっぱ寿司というものがあるんですよ、うん、ということで今日はかっぱくんと一緒に来てみました、うん、かっぱがかっぱ寿司にかっぱ巻きを食べに来るという動画でございます楽しみだね、うん、楽しみだね嬉しいよねということで実際に行ってみましょう。6年前ともうお世話になったみたいで、カッパくん の, あのちょっと友達がね6年前にお世話になって今写真出てると思うんですけど、うん、その時もちょっと快く受け入れていただいて、すいません、この度もありがとうございます。お早速、キュウリくんの大好物、キュウリくんって言っちゃったキュウリですカッパくんの大好物のカッパ巻きを頼んでいきたいと思います。多分これタッチしようか。そう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 、カッパ巻きはね軍艦っていうものだから、そうそう、流れてくる軍艦、さあさあさあ、で、キュウリしかないね、あ、いくらいらない、いくらいらない、あ、そう、ちょっと、これこのキュウリはね、ちょっと、あの脇役だから、そう、主役のね、カッパ巻きっていうのがあるから、ちょっと待って、あった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 、カッパ巻きありました。3個ぐらいにしよっか。はい、注文したいと思います。そう、だんだんちょっと人間界にも慣れてきて、カッパ結構勉強できるし知能が高いんですよ。なので日々成長しております。それではちょっと待ってみましょう。来ましたよ。ほら、カッパくん大好物来ましたよ、これ大好物来ましたよ。来たね、よかったね、よかったね、うん、嬉しい、うん、嬉しいよ、うん、よかった。スタート実食です。実食これのサブテントのチゲと申します。いやー、ちょっと店内には入れたんですけど、入ってお寿司を食べることは OK だったんですけど、撮影の方がちょっと NG で、世界一おもろいレシートだけこう、あのカッパ巻きが7皿あるっていう世界一おもろいレシートだけはゲットできたんですけど、一旦ちょっと本社に連絡してアポを取ってカッパ巻きリベンジしたいと思います。すいません、ちょっと前回の様子だけちょっと見ていただいて、アポイントが取れたらお会いしましょう。さよなら